こんにちは。いちチャンネルです。今回のテーマは、庭園、こちら。古いパソコン、Windows 11、アップデートシリーズ。第3弾、GitHub メディアクリエーションツール。始める前に少し事前準備ね。一つ目が、Windows のユーザーアカウントのメッセージ。このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?と表示されるけど、今回はこの表示は値の動画は無視してるよ。2つ目が SSD とか HDD の記録メディアのパーティションはできるだけ事前に MBR から GPT に変更してね。ここは値の HDD がアップグレード中に破損したんだよ。原因はパーティションかは不明だけどね。ただし、この方法でアップデートできない可能性があるかもしれないので、値はしてないけど、丸ごとバックアップした方がいいよ。アップデートやインストールは自己責任で行ってね。それでは、本題の GitHub アップグレードのツールをお話しするよ。GitHub。これはね、2018年に、マイクロソフト社が75億ドルで買収した会社だよ。GitHub 社が運営しているから安心かな。最初は概要欄の GitHub にアクセスしてね。メディアクリエーションツールのプログラムをダウンロードするよ。概要欄から日本語表示にしてアクセスするよ。ダウンロードは緑色のコードをクリックしてね。メニューが出てきて ZIP をダウンロードを選択して任意の場所にダウンロードして回答してね。回答するとファイルの中にメディアクリエーションツール .batch のファイルがあるからクリックしてね。画面は水色のスクリプト画面とメディアクリエーションツールバージョンの画面が出てくるよ。 Windows の歴代バージョンだよね。11をクリックするよ。もちろん Windows 11のことだよ。上の段はオートアップグレード。このボタン一つでアップデートのボタンだよ。次はメイク ISO を自動でアップデートしてくれる ISO を作成するボタンだよ。ISO ファイルを作ってからのアップデートだよ。次はメイク USB 自動でアップデートしてくれる USB メモリを作成するボタンだよ。複数のパソコンをアップデートするにはメイク USB だね。一旦 ISO を作ってからのアップデートだよ。最初はね、MCT プリセットからオートアップグレードを選択するよ。すると、ダウンロードが始まりますよ。操作はしないよ。ダウンロードが終わるまで時間がかかるよ。環境によるけどね。ダウンロードが終わったら、インストールが始まるよ。長い時間の末、パスワードを入れれば、Windows 11が見えてくるよ。シリーズの中でボタン一つで手間がかからないアップデートだよ。次は Make ISO の作成とアップデートだよ。Make ISO を押してみてね。ISO ファイルが作成されるよ。ファイルが保存される場所は先ほど回答し、保存されたメディアクリエーションツール .batch と一緒の場所だよ。ファイルの名前は11.21.h2 コンシューマー x64.jajp.iso が出来上がるよ。作成まで1時間50分かかったよ。この ISO を右クリックして、さらにマウントをクリックしてね。すると今までなかった DVD ドライブが出現して ISO を回答してくれるよ。これは仮想ドライブって言ってね、事実上は存在しないドライブを作ってくれるんだよ。ここからほんの少し難しくなるよ。次は分かりやすい場所に Windows 11マウントと名前をつけてホルダーを作ってね。このホルダーに仮想ドライブの中身をすべてコピーするんだよ。そしたら今度は仮想ドライブを右クリックして取り出しをクリック。すると仮想ドライブは消えてなくなります。圧縮ファイルを解凍してコピーしたのと同じだよ。
次はいよいよアップデートだよ。先ほど作ったホルダー Windows 11マウントの中のオートドットコマンドをクリックしてね。あとは自動でアップデートが始まるよ。ただしパスワードの打ち込みの画面が出たら画面が止まるから気をつけてね。 Windows 11の画面になりましたよ。次はメイク USB の作成とクリーンインストールだよ。作る前に空っぽの8ギガ以上の USB を差し込んでね。メイク USB のボタンを押してみましょう。 USB の確認画面が表示されるよ。よければ次にを押してね。すると少し長めのダウンロードが始まります。値のパソコンで約35分ほどかかりましたよ。注意することはね、ダウンロードが終わり白い画面がなくなっても青いプロンプトの画面が消えるまでは USB をパソコンから絶対に抜いてはダメだよ。絶対にね、あたいは間違えてこの失敗を2回も繰り返したよね。次は BIOS から USB を立ち上げるインストールだから、先ほど作った USB をポートに差し込んでね。このインストールは Windows 11のシステム要件をスルーしたクリーンインストールだからね。アプリとか必要なデータは引っ越しをしておいてね。最初は BIOS の立ち上げのお話をするよ。BIOS ってね、パソコンの Windows を立ち上げる前のパソコンを制御するプログラムだよ。パソコンによって BIOS の立ち上げる方法が違うから、それぞれのパソコンの説明書を読んで確認してね。値のパソコンの BIOS の立ち上げ方は、電源を入れたら即 F2 のファクションキーを連打するんだよ。するとパソコンがピーって鳴って BIOS 画面に切り替わるよ。次はパソコンが立ち上がった時、 USB の Windows 11インストールファイルから立ち上がるように設定するよ。画面のメニュー項目からブートとか起動とかを選んで、初めに立ち上げる場所を USB に設定して、メニュー項目から終了とか出口またはエグジットを選択して記録してから終了してね。すると電源が落ちて USB のプログラムを読み込みが始まるよ。最初は Windows って見出しで言語とかキーボード設定の画面だよね。次へのボタンを押してね。今すぐインストールをクリックしてね。セットアップが始まります。 Windows のライセンス認証の画面だよね。ここはプロダクトキーありませんをクリック。インストールするオペレーティングを選んでくださいの画面。ここは皆さんのシステムと同じシステムを選択してね。そして次へのボタンをクリック。適用される通知とライセンス条項の画面になり、同意のチェックをして次へのボタンを押してね。インストールの種類を選んでくださいの画面になり、カスタムを選択すると画面は Windows をインストールする場所を選んでくださいの画面になるので、皆さんのインストール先のドライブを選んでください。インストールできない表示が出たら削除を押してね。ただし削除しても良いドライブであることを確認してからね。インストール場所を選択したら次へのボタンを押してね。するとインストールが始まります。しばらくすると秒読みのカウンターが出るので、この時に USB を抜いてね。抜かないとまた1からインストールが始まるよ。 Windows 11の設定が始まるよ。最初は国地域の選択画面、日本が選択されていることを確認して、キーボードレイアウト入力方法の画面、はい、2つ目のキーボードレイアウトの画面、スキップ、デバイスに名前の画面、名前をつけてね、またはスキップ、デバイスを設定の画面、個人用に設定、次にマイクロソフトアカウントの画面、サインインしてね。アカウントのない人はここで作ってね。
パスワード忘れないようにね。ピンを作成する画面。Windows 立ち上げた時のパスワードだよ。ピンの作成。ピンのセットアップの画面。2回打ってね。始めましょうの画面。値は、新しいデバイスを選択。次へ。デバイスのプライバシー設定の画面。次へ、同意。エクスペリエンスのカスタマイズの画面。スキップ。ワンドライブを使用しての画面。画面の中段、このパソコンのみ、ファイルを保存する、次へ。100作品以上の高品質のパソコンゲームの画面。今はしない。しばらくすると Windows 11の画面になりますよ。この方法もインストールだから手間がかかるね。インストールは BIOS から立ち上げるのがほとんどだからね。次の方法は USB のインストールファイルを使ってアップデートだよ。クリーンインストールもできるし、アップデートもできるよ。汎用的には結構便利だよ。Windows 10のエクスプローラーから USB を選択して、中のファイルを開けたら、その中のオートドットコマンドをクリックしてね。あとは、自動でアップデートが始まるよ。ただし、パスワードの打ち込みの画面が出たら、画面が止まるから、気をつけてね。その後は、Windows 11の画面になって完了になるよ。値的には、メディアクリエーションツールのオートアップグレードは GitHub Windows 11アップグレードのダウンロード Windows 11 ISO ファイルとほぼ同じだよね。時間もほぼ同じだしね。今回のシリーズでは Make ISO を使ったアップデートがいいかもね。 USB は複数のパソコンにも対応できていいよね。皆さんの環境に適した方法を選んでね。以上でお話は終わりです。ご清聴ありがとうございました。皆さんどうでしたか？皆様の参考になりましたか？参考になれば幸いです。皆様にお願いです。一生懸命やる気が上がるので、高評価、ご登録、ご意見、ご質問をいただけると嬉しいです。それでは次のご来場をお待ちしております。